そこにいた男を監督しました、片山晋三です。今回6月30日に、新宿ピカデリーにいて、美咲の兄弟と、一緒にですね、新作の「そこにいた男」、これ短編になるんですけれども、上映するということで、クラウドファンディングで、お金を今、集めているということで、ぜひ皆さんにですね、ご協力いただいて、その特別上映の方を応援していただきたいなと思ってます。一口3000円から、30万円までありますんで、できるだけ5000円以上だとエンドロールに名前が載るみたいですね。で、30万円払うともう本当特大の僕よりも大きい名前がエンドロールに流れるっていうふうに、なるみたいですね。なので、ぜひ、協力していただいて、劇場にお越しください。で、この作品は、僕は短編映画を何本も撮ったことがなくて、本当にこう、初めてに近いような、尺的には34分ぐらいの尺なんですけど、本当にこう、いろいろ、短編映画ならではの、新しい実験みたいなことを、今回、いろいろやってますので、ぜひですね、その辺も皆さんに見てもらえたらなというふうに思ってます。本当に自信を持ってお送りできるような形に仕上がったので、一人でも多くの人に見ていただきたいというふうに思ってます。ぜひご協力ください。よろしくお願いします。